こんにちは、マスです。今日は体調はほぼ戻ったっていう話です。前回も話したんですけど、21日、急に調子が悪くなったんです。何の予兆もなく悪くなったんです。この日は普段通り調子が良かったんで、ショッピングモール行って買い物して、そして寿司も食べたんですけど、 家に帰ってから軽い違和感を感じたんです。喉がちょっと痛いなと感じたんです。そして翌日朝起きたら調子が悪くなっていたんです。急速に悪くなったんで、食中毒かなって思ったんですけど、おそらく違います。熱が38度以上。喉が痛い。頭が痛い。お腹は痛くない。 関節は痛くない。咳は出ない。っていう状態でした。多分、風邪でしょうね。ですから、何も食べないで、ほぼ一日寝ていました。薬は一切飲んでいません。そして、翌日の午前中なんですけど、頭の痛さは前日の80%減。喉の痛さは前日の50%減です。 そして体温は36.2なんで元に戻りました。そして夜になって頭の痛さはほぼ消えました。そして喉の痛さは午前中と変わりませんでした。そしてこの日の夜2日ぶりの食事をしました。食事と言ってもバナナ2本だけです。断食やって気づいたんですけど体が非常に軽いです。 食欲がなかっただけなんですけど、人体ってほんとよくできてますよね。今回みたいな病気になれば、食べるな。そして寝ていろって命令されて、その間に修復してくれますからね。その修復力は若い子の方が強いです。しかし、あることをすると、長い間修復力が下がってしまうんです。 きちんと論文に書いてあります。これ以上言えませんけどね。ですので私は次回も同じような状況になったら今回と同じ方法で治そうかなって思ってます。今日の時点で24日の時点で頭の痛さは消えました。喉の痛さはほぼないんですけど声がかすれている程度です。 結局、2日で治りました。ということで、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。